All right, everyone, 大会まで残り4日間になりました。今日は朝から有酸素やったり、まあ、食事を作ったり準備したり、結構遅めの、飛行機に乗ります。で、今回のシリーズ、そしてこの大会は僕がいつもお世話になっているレボプロさんからフルサポートを受けていて、すごい心強いです。本当にいつもありがとうございます。ようやくホテルに着きました。オーランド空港には10時過ぎに着いて、そこから1時間20分ぐらいタクシーでこっち向かって、ここに着いたのがまあ深夜過ぎ。飛行機の中寝たりもしてたので、なんかそんなに疲れてるのか疲れてないのかみたいな感じで、早速ルームツアーしましょうか。ハードロックビーチ、ハードロックデイトーナ、ハードロックハードロックホテル、デイトーハードロックホテルデイトーナビーチホテル。で、まあバスルームのアメリカの家とかホテルはなんかシャワーとトイレが一緒になってて、あんまりそれ好きじゃないですね。でもまあ綺麗な感じです。ミラーがあって、ここには洋服掛けとかアイロンとか、まあ必要なものが揃ってますね。一般的なホテルですね。で、キングベッドが2つ墓。僕、まあまあ広くて綺麗で、画面も結構大きい。で、この部屋はオーシャンビューといって、ここ開けたら海が見えるはず。ちょっと開けてみようか。まあこういうポーチがあって、もう結構もう深夜過ぎなので、多分ここは多分夕方ぐらいになってくると、いろんなライブ演奏とか人がこうやって集まってこういうディナー食べたりしますね。海の音は聞こえるから、うん、朝になったら多分ビーチが見えると思います。っていう感じで、ここで、まあ、大会まで、5泊なのかな、5泊ここで泊まります。ここがその間僕らの家になります。まあとりあえず無事、何も問題なく無事着いて、一安心というか。バディーダダノあはは、 It was like twice the size. Make a Play-Doh house. One. Good morning, everyone. 大会まで3日間になりました。朝一にファストエイドカーディオをやって、ブラックコーヒー飲みながら1食目、これは家から持ってきたやつで、これを食べたらもうお弁当切らしてしまうので、急遽これを食べ終わったら近くにはスーパーがたくさんあって、一応ウォルマートは6時から空いてるので、ちょっとウォルマートの方行ってこようかな。朝一は結構平和だね。普段ウォルマート結構混んでるんですけど、
bit much, but... pounds, 1.5 kilos. My god. God, you can make a whole video just at Walmart. ああ、これ大会後にここに来て、なんかめっちゃなんかやりたいね。でも勝たないとこういうなんか食べる動画とかやる気が出なくて、負けた後の食べ物ってなんか罰みたいな感じ。これのストーベリーピーナッツバターがあれば最高に美味しい。もう人気ないのかな。 They don't have anymore. It's Wesley. Wesley のお土産。このサイズ感なんか犬の餌みたいな。もうこっちではシリオ、朝ごはんのシリオはもう宗教みたいなもんですよ。もう全部シリオ。これは体育パンプアップの時に飲むため、むくまずに結構パンプするのによくて、これはすごい速吸収だし、ココナッツウォーター、これに塩分とかちょっと少し混ぜてパンプアップ飲むとパーンって張ってくるから。電子レンジがホテルにあるか分かんないので、まあ、一応電子レンジタイプのジャズミン米で、念のため普通に作るタイプも買いました。 IH ストーブ持ってきてるので。 But it's better than nothing. I'm gonna go back to the little the oatmeal bar place. Hey! これが、まあ、これちょっと大きいかな。こっちにしようか。このライスクリスプっていうのが一緒じゃん大きさ。これがもうパンプアップ最強のカーボ。もう僕らが普段食べ慣れてる、まあ、ご飯、お米を乾燥させて、なんかこういう甘い砂糖みたいなのを入れて、脂質も程度よく入ってて、塩分とか、アメリカにしかない。これ食べるとパンプする。カネキン保証。Oh my god。すごい見つけるの難しいから、こういうシリアルとかがもう何百種類あって、ライスクリスプだけ寂しくポツンってあるから、ライスクリスプをやっと見つけてようやく、まあ食品の方は今日はこれで終わり。ちょっとあっちの方で違うものも買ってこよう。カネキッチンへようこそ。幸運なことに電子レンジゲットできました。このハードロックホテルは今回のデイトナビーチクラシックの正式オフィシャルホテルなんですが、電子レンジの注文が多くて、まあ、僕が先に来てなんとか手に入れて、すごいラッキーって感じです。今からすごい野蛮なことするんですけど、こういう時期はもう栄養素が大事だから、味とかはまあしょうがない。電子レンジでこの高級ヒレステーキを電子レンジで焼きます。やばい、なんか野蛮すぎて笑うしかない。どうしよう、最初2個でやろうか。これでちょっとおしゃれに塩コショウをまぶして、あとで多分もっとつけるかな。おしゃれー。やばいよ、これ本当にいいステーキですよ。これを電子レンジで、おいナイスナイス。 OK で、オリーブオイルも少し、エクストラバージンオリーブオイル、6グラム。これに蓋をつけて、これやったことないからちょっとネットで調べてみたらできるそうなので、恐る恐る。なんとなく焼けてる。ちょっとこれで余熱でちょっと、万が一に買ったジャズミンライス、これはマイクロウェーブ、 Ready in one minute。
1個にカーボ 50g。 Remove film completely from cup. Remove film completely from cup. Place cup in microwave. Heat on high for 1 minute.とか実験、多分これうまくいくかもしれない。アスパラガスに水、全部実験1分。 Alright, 以上2食目、ヒレステーキ、アスパラガス、そしてジャスミンライス、全部電子レンジ、電子レンジ料理、初めて人生。果たしてめちゃくちゃ美味しい。多分ね、素材が良すぎるから何やっても美味しいんじゃない。一応なんとなくミディアムレア、ミディアムかな。あ、It's good。 味はもう本当にシンプルに塩コショウだけ。塩ちょっと多め、最近塩ちょっとわざと多めにして、大会の前日ぐらいに半分ぐらいに切る感じ。大会当日だけかもしれない。ちょっと考えてみる。This is really good. 大成功。なんと電子レンジでがあればボディビルダーは生活できる。今ホテルから15分ほど離れたクラブフィットネスっていうジム来てます。 Google でここら辺のジムを調べて、ここ一番雰囲気的にまあまあハードコアな感じだったんで来ました。 Yes, I'm surely one of the team coaches. Yeah, I've got three going on. I do it every year. Did you do it last year? No, I came from Japan. Oh. こっちに来ると、まあ、僕は本当に無名ゼロだから、なんか新しいなんかつながりとか新しい仲間とか、そういうのもすごいいい経験なので、まあ、メンタルも鍛えられるので、まあいいや、今日は最後のワークアウト、すごい大事なワークアウト、ディプリションワークアウトで、まあ、上半身全体を、まあ、各体の部位を2から3、まあ、多くて4セットやる部位もあるかもしれない。アウトプットは 65% ぐらい、まあ、毎回僕のディプリションワークアウトはこんな感じ。まあ、体を限界まで押しちゃうと、大会の日までには完全に回復しないし、まあ、ちゃんとしたパンプができないので、まあ、今日はもう筋腹内の、まあ、グリコーゲンとかは全部まあ出して、またスポンジが新たに、まあ、カーボローディングに、筋肉が一番効率よく、グリコーゲンとかを、まあ、水とかを吸収できる状態を作るのが、今日のワークアウトの目的です。Like me.
If you need anything, let us know. 最後のトレイング終わりました。普段なんかヘッドフォンつけてすごいなんか自分の世界に入るんですけど、結構そのせいでっていうか自分の音楽、自分の世界、テンションがありすぎて、なかなかその 65% のアウトプットのなんかディフュージョンワークアウトが結構自分を押しすぎちゃう。今日はまあヘッドフォンをちょっと横に置いて、まあ、ジムのちょっと音楽を聴きながら、今日のトレーニングが一番多分自分に求められているトレーニングに近かったと思います。微妙な感じなんですけどね、体をもっともっといきたい感じ。最終的には今日みたいなワークアウトがいい結果につながると思います。できることは全部やりました。このジムいいですよ、クラブフィットネス。なんかすごい中に入った瞬間、まあ、Google の写真からもなんか個性が結構あると思って、で中に入ってみるとやっぱりスタッフが結構個性あって、まあ、スタッフとかオーナーさんが結構個性あると、まあ、ジムもそういうなんかそういう感じで、映像では見せてないと思うんですけど、さっきトレーニングしてたウェイトルームの以外にも、まあ、ポージングルームだったり、なんかクロスフィット系のなんか芝生が置いてる部屋とか、外にはタイヤとか、まあ、本当にずるいですよアメリカはもうなんて言うんだろうね。しかもボーザーデイパスが1人10ドルだから、まあ1000円ぐらい、まあ、そういう価格とかを日本でも実現したいですね、まあ、将来的にします。大丈夫、大会に出るとき毎回すごいなんて言うんだろう、すごい楽しいんですけど、その大会出る一つの楽しみが、まあ、僕は結構いろんな海外の大会とか出て、そこの人とかと話したり、そこの食べ物を食べたり、そのローカルなジムでトレーニングしたり、そういうのはやっぱり、うん、楽しいし、まあ、プロ選手としては今後大事になっていくと思います、まあ、今はちょっと世界とかで旅するのは難しいんですけど、まあ、この、ね、コロナとかがようやく終わったら、なくなった時にはまた自由に世界の大会とか行きやすくなると思うので、まあ、アメリカに関しては結構自由に行ったり来たりできるんですけど、最終的な目標はもちろんオリンピアにクオリファイして、そこで結果を残すことなので、もうちょっとユニバーサルな感じの大会で、自分をもうとりあえずステージ上にぶん投げて、まあ、結果はどうなるか、それだけですよ。できることは全部やってるんで、なんか全然自信はありますし、その自信がね、どう伝わるか。